オリバー・ダウデン英国デジタル文化・メディア・スポーツ担当大臣フィオナ・ヒスロップスコットランド文化・観光・対外関係大臣ケン・マッキントッシュスコットランド議会議長をはじめエディンバラ国際文化サミットの開催にご尽力された皆様に 心より感謝申し上げます歴史ある夏の文化の祭典であるエディンバラ国際フェスティバルが本年新型コロナウイルス感染拡大の影響により中止となったことは残念でなりません。しかしながら文化芸術の力を信じる世界中の関係者がデジタル文化サミットにおいて意見交換を行う素晴らしい機会が設けられたことに大変勇気づけられました。心より敬意を表します 現在、日本においても新型コロナウイルス感染拡大により文化セクターは極めて深刻な影響を受けています大変残念なことですが、夏の恒例行事であるお祭りや花火大会をはじめ歴史あるイベントや伝統行事が次々と中止になっています5ヶ月もの間閉鎖された東京銀座の歌舞伎座は8月1日に再開されましたが こうした文化芸術活動の再開にあたっても、感染拡大防止対策と両立させるため、これまでに経験したことのない難しい対応が求められています。再開された歌舞伎座では、歌舞伎特有の大向こうと呼ばれる掛け声の自粛が求められていますし、その他の音楽や演劇、芸術祭等の文化イベントも限定的な再開にとどまっています。 新型コロナウイルスの感染拡大により人々の活力と潤いのある豊かな生活が非常に脅かされていると感じています同時にこのような状況にあるからこそ人々に生きる喜びを与える文化芸術の力を一層通説に感じてもいます人々は求められた感染予防策をしっかりと守りながらも再開された美術館や文化イベントに駆けつけ 少しずつ笑顔と活力を取り戻しています国難とも呼ぶべき現状において人々の心を癒し勇気づける文化や芸術の力が必要であり文化芸術活動の再開・継続・発展を力強く支援していくべきと考えています文化芸術を一層発展させまた継承していくため文化芸術団体等の活動基盤を強化し日本博をはじめとする 文化イベントの全国展開や最先端技術を活用した発信に努めるとともに、地域の文化資源を継承し、磨き上げ、文化芸術の力による地域の躍動を図る方針です。東京オリンピック・パラリンピック競技大会は、来年の夏に延期となりました。我が国は、人類が新型コロナウイルス感染症に打ち勝った証として、世界のアスリートが大いに活躍し、観客の皆さんにとっても、 安全で安心な大会を開催するため開催国としての責任を果たしてまいりますオリンピック・パラリンピックは文化の祭典でもあります来年の夏、東京においてコロナ禍に打ち勝った世界中の多様な文化芸術が花開きまさに文化芸術の社会変革の力を示す機会となるよう日本政府としてもしっかりと取り組む所存です本日のデジタル文化サミットでの 議論がこの中における世界中の文化芸術による新たなチャレンジに明確な方向性と指針を提示する機会となることを期待しています。ご清聴ありがとうございました。